じゃあ質問させていただきます、はい、お願いします。ペンテルクレヨンは1955年発売ですが、はい、70年チェックの間に何か変化はありましたか？はい、ペンテルクレヨンはこの細軸のこのタイプのクレヨンが、はい、同じだからかなと思うんですけども、はい、発売当初のクレヨンっていうのはもっと今の、ものよりももっと硬い描画感、のものだっていうふうに聞いています。でまあ、しばらく、生産する中で、お客様の要望に応えるにあたって、まあ、だんだん書き心地がこう滑らかであったりとか色のノリが良くなってきたりだとか、もっと紙によく定着するようにという形で少しずつこう進化をしてきて、今の形に近づいてきました。で、まあ、今のクレヨンは、発売当初のものに比べるとだいぶ柔らかい、クレヨンに、なってきて、で近年では、塗ってる時にこう塗りかすってわかりますかね。あの細かいハスがこうパラパラパラと紙の上に散らばっちゃうことがあると思うんですけど、あれをできるだけこう減らそうっていう形で、まあ、2017年に、まあ、ペンテルのクレヨンはあのハスの量が少なくなるようにっていう形でするとリニューアルをして今の姿になってきました。クレヨンめちゃめちゃ久しぶり。わー、サラサラですね。本当だ、全然ハスが出ない。クレヨンとクレパスの違いを教えていただきたいです。我々の中では、まあ、一般名称としてクレヨンと、パスっていう言い方で呼んでいます。で、まあ、これが資料なんですけど、パスティック、もともと生まれた目的がこれ違いまして、クレヨンっていうのは線を描く、線描きをするっていう目的のために生まれた描画材 で、パスの方は、面塗りっていうんですけども、広い面をこう気持ちよく塗れるように、色の定着よく塗れるようにっていう目的で生まれたのがこのパスっていう製品になります。まあ、これが、まあ、クレヨンとパスの大きな違いになっています。で最近ではこれがやっぱり両方ともこうなかなか小学校とかで、ね、両方準備するってなかなか大変なので、おそらくどちらかしか使ったことないというのが多いと思うので、品質が少しずつこう似てきているので、まあ、おそらく消費者の皆さんからするとこれどこが違うんだろうなっていうふうにちょっと疑問に思われちゃうっていうところもあるんですけども、まあ、ちょっともともと生まれたあの背景が違う、目的が違うんですよっていうところをお伝えしています。続いていきます。はい、捨てるのはもったいないので、小さくなったクレヨンの再利用効果があったら教えてください。小さくなったクレヨンをレンジで溶かして、複数色をこういう、まあ、下の箱みたいなケースに入っているんですけども、それをレンジで溶かしてあげてマーブルクレヨンを作るっていうのを、めちゃめちゃ大きいクレヨン、小さいクレヨンを複数入れて、はい、レンジで溶かして温めてあげると、すごい、あの窯で溶かしてるじゃないですか、うん、なんで熱かけるとまた溶ける、うん、で冷やせばまた固まるので、チョコレートと同じ感覚で、うん、なるほど、はい、あ、かわいい、うん、あ、当てる面で色が違う、めちゃめちゃ便利ですで、狙ってもなかなか捨てないので、毎回オリジナルが出てます。めちゃめちゃいい、かわいい。こうパッとかけるのがすごい、めちゃめちゃ可愛いです。なるほど、ありがとうございます。はい、続いてクレヨンの意外な使い方があったら教えてください。はい、クレヨンって、まあ、基本的に、学童用で出してるのは、まあ、画用紙に出す書くっていうのは、まあ、一般的な皆さんのイメージなんですけど、はい、実はプラスチックとかツルツルした面に書けるっていう特徴がありまして。これは全部クレヨンで描いてる、これ透明のフィルムに、こうみんなで、グループ活動して描くっていう形 で、まあ、絵が描いたのはこっち側、描いてる側と、透明で光を通して見える側とっていうような形でちょっと見え方が変わるっていうのをやってたりします。私エナージェル好きなんですけど、これとなんか共通点とかあったりするんですか、作る過程で。それはちょっと違う、共通点、書き味が好き
だと。めちゃめちゃ好きです。粘り度がそうです。あの粘度が低くて、サラ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 いくだけ。こうネトッとならない。あめっちゃちゃんと色が濃く出る。ああこれです。なるほど。なんては水性のボールペンなので、うん、あのサラサラ出るのが特徴で、あと、はい、乾きやすいっていうのも結構特徴にしてて、あの、うん、書いたらページに書いて、ピッて書いてスッてあーってなっちゃうと思うんですけど、あのすぐ乾くっていうのも特徴なので、それ大使いやすさ。ペン先もすごいなんか使いやすいんですよね。なんかどうなってんの、すいません、はい、個人的な以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。モーニング娘。23の岡村ほまるです。本日はあの趣味の文具箱さんの取材でペンテル茨城工場さんにお邪魔して、クレヨンの作り方、製造工程などを学ばせていただきました。全くクレヨンに知識がなかったんですけど、今はすごいいろんな商品も出されていて、なんか自分でも挑戦してなんか絵を描きたいなっていう思う商品もたくさんあったので、これからどんどん使っていければいいなっていうふうに思います。皆さんもぜひ見てください。